いいよ。はいさい。今回ね、那覇チョップで、はいはい、毎週木曜日大喜利大会っていうのが開かれてて、はい、さん呼ばれてないわけ。これまたはぶられたんでな、はぶられてるんで、もうこれは乱入して、もう分からせるしかないと。分からすたんでな行って負けた場合は分からされた探偵団になっちゃうから、それもありけり。乱入って言っても一応連絡は一応取ってますね。行ってきましょう。那覇チョップに着いたんでね、これから乱入しようかと。ただ盛り上がってると思うんで、多少迷惑かからない程度に乱入しましょう。そうだね。ここですね。こんばんは。こんばんは。ちょっと生放送中ですか？どうも。どうも。カメラ回ってるんですけど。はい。すいません。なんか来ました。どうですか？すいません。こんばんは。どこの芸人の方ですか？いや、芸人とかもじゃなくて、本当にただの一般ピーポー。あ、こっちですか？あちらカメラです。一般ピーポルがこんなところに乱入してこないよね。毎週木曜日、大喜利やってるってことなので。大喜利今からやる予定だったんですけど。そうです、それをチャンスを伺って今来たんですよ。来た。とりあえず、皆さん上がってどうぞどうぞ。あ、いいですか。これで今ね、一気にステージ上のね、失礼します。カメラこっちから見る感じで大丈夫なの？あ、いいんです。持ってる人、使い捨てカメラマンいたら。ちなみにお名前は何て言うんですか？ハイサイ探偵団っていう、ネットではね、結構まあこれになっちゃうんですけど、TOP っていうんですか、沖縄界ではまあネットではもう TOP。 これはダメですよ。なるほどね。もう沖縄のネットでは知ってて当たり前のハイサイ探偵団ね。そうですね。すいませんね。ということで、もうハイサイ童貞団。ハイサイ童貞団ではないですよね。元ですね。元ですよ。あ、はいはい、ごめん。初恋クロマニオンって来てますね。はい、俺たちは面白い。毎度大喜利。イエーイ。大喜利なんですけど、対決っぽくやりたいんですよ。那覇チョップ VS ハイサイ探偵団。おいおい、それ俺たちまで言っちゃっていいのか。こっちはプロしかいないからよ。バッチリだぜ。俺たちプロだと思う方出てこいや。しょんべんちびるなよ。じゃあ皆様のね、面白い答えを期待しております。最初のタイトルはこちら。はい。交通三悪とは飲酒運転、スピード違反、もう一個はなんだ。交通三悪、飲酒運転、スピード違反、もう一個は何？二段階左折って、これアウトだよ。左折。はい。あ、ケイシーさん、では交通三悪、飲酒運転、スピード違反、あと一個は何？ずっとスペアタイヤのやつ。ずっとスペアタイヤのやつ。あるある。一つだけ色が違うやつ。もう一個は何？周りの車を巻き込んで合体しない。これ待って、これ大事件で起きたら大変だよ。じゃあはい、童貞じゃない方のマサ。交通三悪、飲酒運転、スピードは、もう一個は何？路上で寝てるやつ。あ、これ危ないよ。探偵団、交通三悪、飲酒運転、スピード違反、もう一個は何？駐車違反。待って、それは駐車違反だろ。交通三悪、飲酒運転、スピード違反、もう一個は何？電車走行。ちょっと噛んだよ。ちょっと言ってください。まさか9。よっしゃ。飲酒運転、スピード違反、もう一個は何？スピードの向こう側を目指さない。これなんかすごいぶっ込みの策状態になってるよね。はい、頭の薄い人、交通三悪、飲酒運転、スピード違反、もう一個は何？急行を開けたまま走る。危ない、普通に危ないから。はい、ハイサイ探偵団、交通三悪、飲酒運転、スピード違反、もう一個は何？車内 BGM でマリオカートのスターの BGM を流して走行しない。周りの人みんなぶつかりたくなるよね。はい、ケイシーさん、はい、交通三悪、飲酒運転、スピード違反、もう一個は何？仮面でプリウス。わあ、なんかすごいイライラする。大丈夫。バナナを投げない。実際これで第一刻を迎えた。責任取ってほしいよね。交通三悪、飲酒運転、スピードは、もう一個は何？逆走運転。あ、普通に。もう一個は何？再開が早い。これもマリオカートだよね。交通三悪、飲酒運転、スピードは、もう一個は何？練炭使う。あ、それ危ないよ。死にんでるよ。気持ちですよね。気持ちですよ。他何？
アイテムボックス付近にバナナを大量放置しない。これは、ま、これはこれはマナー違反だからね。チームプレスに。はい、ドン。うわあ。はい、さあ達成だね。すげえ。まあ、別名マリオカート大勝利ってことでね。そうですね。ホームで負けてんじゃねえよ。じゃあ、あの人もしかして忍者かも。なぜそう思った。なんでそう思った。走り方が。ナルト走り。こんなね、こんなね、こんなね。あの人もしかして忍者かもと思ったらなぜ。あ、ちょっとパクったかもしれないけど、わかんないけど、走り方がスタイリッシュ。走り童貞じゃねえか。わからなぜ。尺歌がユーク 100%。ちょっと歌ってみて。メンバーチェンジ。メンチェーン。はい、はい、じゃあケンニー、あの人もしかして忍者かもと思ったらなぜ。名前が金城ござる。なんでこれどんなドキュンネームだよ。忍者かもと思ったらなぜ、月曜から金曜日まで5時50分になるとどこかにいなくなる。待って、これなんで5時50分限定なの。忍たまなんだろう。説明させるな。あの人もしかして忍者かもと思ったらなぜ。携帯の単語変換がまあマキビシ、まだ遠く行ってないはずだ。いや、そう、予測変換で攻めてきたが、ハイサイ探偵団、あの人もしかして忍者かもと思ったらなぜ。この二人兄弟っていう設定なんですけど、二人兄弟、はい、設定なんで、あの魔女にさらわれるんですよ。魔女にさらわれて、道に迷わないようにマキビシを相手歩いてる。待って待って、それなんでこれはヘンゼルとグレーテルになってんだよ。あの人もしかして忍者かもと思ったのなぜ。家が忍者屋敷。じゃあ忍者だ。忍者だ。もしかして忍者だ。答えいきます。あ、じゃあ今度誰が出る。サトリ。もしかして忍者かもと思ったのなぜ。床下が好き。これ一歩間違ったストーカーだからね、気をつけようね。さあ、あの人もしかして忍者かもと思ったのなぜ。弁当の人参が手裏剣。キャラだ。これキャラだ。これうまく書いてるね。もしかして忍者かもと思ったのなぜ。ユニクロで常にこういうインナーを探してる。鎖片びら。鎖片びら来ました。あの人もしかして忍者かもと思ったのはなぜ。いつも誰かに気づかれない。かけた。ただあの影が薄い人。はい、結果いきますか。はい、はい、いきます。おお、ハイサイ賛成だ。2勝目。さあ次行きましょう。画像でボケて。じゃあケイシーさん、画像で一言。妹です。はい、ハイサイ探偵団、画像で一言。予防接種会のカリスマ。すごい、予防接種会これ連打してる。画像で一言。こんばんは、ビーズです。ビーズ、ちょっとこれグロいな。次の画像はこちら。画像で一言。ダダッコレベル100。帰りたくない。ひどいよこれ。画像で一言。こういうバイトです。これどういうんなバイトだよ。はいはいはい、蜘蛛の糸で逆って言ったてめえ、こんなんで落ちていってしまった。大変だよこれ。あー、アウェーの洗礼だ。滑るの怖っ。帰りたい。大丈夫だよ、メンバーに会いたい。はい、さあ画像で一言。はい、はい、画像で一言。ピーナッツ待ち。画像で一言。口が開いてる時じゃないとダメージが通らないタイプのボスいる。シューティングゲーム。はい、ケイシーさん、画像で一言。一人だけ歌ってやんの。他の人全員無視かい。そうそう。はいはい、画像で一言。時間が止まる AV のやつ。いい、時間止まってくれ、俺は評価する。いいよいいよ、俺が好きなやつ。結果今日寒いよ。はい、最初にありがとうございます。最後に告知等ありますか。あ、はい、あ、さあ皆さん時間ないですよ。さあ、ね、さあ、はい、この後童貞が控えてるぞ。どうも、ニコニコ動画と YouTube で動画投稿をしちゃったりしなかったりのハイサイ探偵団です。イエーイ、ハイサイ探偵団よろしくね。時間ないのがなんか嬉しいです。早く帰りたい。恥ずかしい。この場から帰りたい。赤面。500円払って早く帰りたい。大丈夫だからね。みんなこれを乗り越えて大きくなっていくんだよ。はい、無事ね。
あの大喜利、なんとかギリギリの全勝という名のラッキー、ラッキー、むしろラッキー、ラッキー、本当にいいところ、うん、撮影終わった後も楽しめた十分、うん、でこのナハショップ、この曜日ごとでイベントも毎回変わっていくんで、うん、毎日来ても飽きさせないお店になってるんで、うん、本当に県内県外問わず興味ある方は来ていただければいいと思う、いいと思います、うん、じゃあお疲れ様です、お疲れ様です。